イスラエルのガラント国防省は22日、ガザ北部で展開しているイスラム組織ハマスの戦闘部隊の総統など、軍事作戦の目標を達成しつつあると述べました。ガラント国防省はガザ北部でハマスの指導者などが使っていたとされる地下トンネルを破壊した戦果などを挙げ,げ、北部では徐々に目標を達成しつつあると強調しました。 また、イスラエル軍は現在、ガザ南部最大の都市、ハンユニスに部隊を追加で投入し、ハマスの拠点を破壊するなどしていますが、ガラント国防省は、南部で展開する軍事作戦を他の地域にも拡大する考えを示しました。